ケニー・オメガはカナダ出身の男性プロレスラー。本名、タイソン・スミス、同国マニトバ州ウィニペーグ出身。オメガの父は地元でも有名なアイスホッケーの選手であったが、膝の怪我でプロ入りを断念した。それでも、オメガが10歳になると息子に、ホッケーの手ほどきを始めたという。オメガのポジションはゴールキーパーであり、もともとチームプレーより、 シングル志向であったオメガには向いていたポジションであった。プロレスとの出会いは3、4歳の頃であり、もともと父がプロレスファンでテレビで中継を毎週欠かさず見ていた。オメガは父の膝元で WWF のサタデーナイトメインイベントに夢中になったが、オンエアの時間帯は幼児が寝ている時間帯であったためビデオに録画して翌朝に見た。プロレスが大好きになった頃から、 オメガは路上に積もった雪をマットに見立てて、受け身を行うなど、プロレスごっこに熱中した。こうした遊びができるので夏より、冬の方が好きであった。プロレスはテレビで見るだけでなく、ウィニペグで大会があれば、親に連れて行ってもらったりもした、周囲の子供たちが、ハルク・ホーガンのファンであり、自身としてもホーガンは気に入っていたが、自身の一番のお気に入りは、アルティメットウォーリアーであった。 11歳の頃のある日、バックヤードレスリングのアイデアが突然ひらめき、その規模は、プロレスごっこの範疇を超えて徐々に大きくなり、工業形態を模した小形式になっていった。TCW というプロモーション名を冠した、このバックヤードレスリングは、オメガが14歳から16歳ぐらいの頃までが、活動のピークであった。本人曰く、バックヤードレスリングのアイデアは、 プロレスとジャッキー・チェンの融合なんだとのことであり、オメガはジャッキー・チェンにも憧れていた。ウィニペグ近郊のトランスコナの出身である縁から2000年2月に、ウィニペグのローカル団体トップロープチャンピオンシップ、レスリングでプロレスデビュー。ただこの試合はすぐに退場になってしまったため、オメガ本人はこの試合をデビュー戦とは捉えていなかった。シングルでプロのリングに上がったのは、 同年6月であった。この試合は、食料を品店でアルバイトしていた時に友人が店に駆け込み、病気で欠場者が出て、選手が足りない。今日の試合に出てくれないか。と頼んだため、バイトを下病で早退して出場。店から猛ダッシュで、ウィニペグ市内の会場へ駆け込み、ライアンプライスとのシングルマッチに挑み、これに勝利。無名の新人がいきなりやってきて勝ってしまったので。 バックステージでの反応は冷たいものであった。当初はサーフィン初心者にもかかわらず、ハワイのサーファーというギミックだったが、後にストリートファイターの波動拳などを得意技として使用するゲームアニメ好きのギークというギミックに変更した。しかし、アイスホッケーの方で忙しくなり、大学進学の話も進んでいたため、プロレス活動は一時中断してしまう。 バックヤードレスリングは18歳の時に終了している。その頃のオメガには、大学進学、プロレス、そして映画俳優という3つの進路があったが、最終的にプロレスを選んだ。クリス・ジェリコ、ライノ、ランス・ストームらが参戦するレスリングツアーがあり、オメガはそちらへの出場を決めたのである。その後、ロー、ジャポ、PWG などのアメリカのインディー団体で活躍し、 WWE 参加の DSW に参戦していたこともあるが、レスラーとしての環境としては最高だが、ロボットに作り替えられるようだったとして自ら対談している。2002年3月には PECW に初参戦し、メンタロとの一戦でいきなり同団体のマッチオブジーアーを受賞した。ここで出会ったメンタロの指導で、オメガは様々なレスリングを吸収するようになっていく。 日本のプロレス、特にインディー事情に精通していったのもこの頃である。その過程で、日本への憧れが大きくなり、いつしか、日本行きがオメガの目標になっていた。オメガは、日本行きのチャンスを得るために、アメリカ WLW が開催するレスリングキャンプに参加したが、結果としては、WWE の目に留まった。WWE 対談後、ジョン・ローリナイティスからは全日本プロレス行きも、 進められたが、進展はなく、オメガはアメリカを去った。2006年9月、カナダの PCW に戻って試合を行った。日本行きも諦めたわけではなく、オメガはそれ以前からいくつかの団体とコンタクトを取り、試合を収録した DVD も送っていたが、具体的な誘いはないまま時間ばかりが過ぎていった。引退も考えていたが、PCW のリングに、アージスタイルズがやってきて、 スタイルズとのシングルマッチを行ったケニーは改めてプロレスの楽しさを知った。レスラー活動の継続を決めたオメガはアメリカからやってくるインディーの大物を相手にするようになり、PT ・ウィリアムズやサモア・ジョーとも対戦。そして2008年3月にはアメリカに渡り、ローキーに勝ってジャポのタイトルを獲得した。2008年 YouTube などの動画投稿サイトに Anywhere。 マッチの動画が公開され、一部の日本のレスリングファンなどから話題になる。オメガ本人の猛烈な高木三四郎への売り込みにより、DDT がオメガを日本に招聘し、2008年7月に初来日した。2009年1月より、イーブシコータとゴールデンラバーズを結成し、第28代 CMLL 認定庫、D タック王座を獲得するなどの結果を残している。 2010年1月31日には、新日本プロレスに、初参戦。新日本主催の、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、セブンティン、ストライク・ゴールドに出場して、金本浩二田口隆介などから勝利し、ブロック3位の成績を残した。8月30日には、スマッシュ、7にも参戦。オメガのカナダ時代の師匠であるメンタローとた、10月11日、 新日本プロレス両国大会でメッシブセットのゴールデンラバーズで IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦しプリンス・デビット田口隆介のアポロ55を下して退官したその後は二度も防衛した2011年6月19日中澤マイケルとのタッグでコ・ D タッグをダッシュするも6月24日のワンマッチ工業で原島ヒーローを組に敗れた 7月29日、DDT 新規バファーストリング大会で、全日本プロレスへの参戦希望を表明。これを受けて全日本のジュニアヘビー級リーグ戦への参戦が決定した。9月11日、全日本のジュニアヘビー級リーグ戦開幕戦で、世界ジュニアヘビー級王者、海から勝利する。10月23日、全日本。 両国大会で会を破り世界ジュニアヘビー級王座をダッシュした。2012年8月18日、DDT 初の日本武道館大会のメインイベントで、イーブ氏が保持するコディー無差別級王座に挑戦するも、敗れた。イーブ氏とは、これが4年ぶり2度目のシングル戦であった。十二月十三日、後楽園ホール大会でエルジェネリコを破り、コディー無差別級王座を 初体感。原島、中澤・マイケルを相手に防衛するも翌年の2013年3月20日、入江主義に敗れ防衛に失敗した。2014年10月3日、オメガは DDT との契約を10月いっぱいで終了し、新日本プロレスに移籍することが発表された。10月26日、オメガは DDT ラストマッチで、メッシブセトタックを組み断食、D の 竹下孝之助と対戦、PK 心ココオームで勝利を収めようとするが、中澤マイケルが試合を終わらせたくないと乱入するが、メッシブセのハイキックで排除されてしまう。さらに試合にはケニーが寮を出て行ってしまうことを悔やむ、遠藤哲也や吉彦に似たオメガのコスチュームをまとった、ケニヒコが登場するが、遠藤はメッシブセの聖剣好きを暗いこれも排除される。試合は、ゴールデンシャワーで、 ディーノから勝利し、ラストマッチを勝利で飾った。11月8日、オメガ新日本が主催する、パワーストラグルにて、IWGP ジュニアヘビー級王座の防衛に、成功した、田口隆介の前にヒールユニットバレットクラブメンバーと、共に姿を現す。そして、b c メンバーのカール・アンダーソンから、ザクリーナーと紹介され、田口の保持する、 IWGP ジュニア王座に挑戦することを表明した。2015年、編集2015年1月4日、レッスルキングダム級に登場し、IWGP ジュニア王座を保持する田口に挑戦し、変欲の天使でピンフォール勝ちを収め、第70代王者となった。その後、2月11日、ザニュービギニングに大阪にて、田口とのリマッチを制して初防衛に成功を収めた。 以降、マスカラドラダ、アレックス・シェリーを相手に3度の防衛に、成功していったが、7月5日、ドミニオン7.5イン大阪、ジョーホールにて、ボスを制し挑戦しに来たクシダとの対戦で敗北を、喫し、王座から陥落した。9月23日、ディストラクションインを岡山にて、IWGP ジュニア王座を保持するクシダに挑戦。試合終盤。 レフェリーのブラインドをついたアンダーソンが試合に介入し、クシバをガンスタンを炸裂させた後、変欲の天使を見舞い、ピンフォール勝ちを収め、第72大王者に返り咲いた。試合後にマイクを握ると、この試合をリングサイドで観戦していたマットサイダルを IWGP ジュニア王座の次期挑戦者として指名した。10月12日。 キングオブプロレスリングにて、サイダルを相手に初防衛戦に臨み、最後は、変欲の天使を決めて勝利した。2016年、編集2016年1月4日、レッスルキングダム10にて、IWGP ジュニア王座2度目の防衛戦として、クシダと対戦。オメガもセコンドの介入を巧みに利用した、ダーティファイトを展開し、変欲の天使を決めようとしたところを、 前方回転エビ固めで丸め込まれ、ピンフォール負けを喫して王座から陥落した。1月5日、ニューイヤーダッシュにて、アージスタイルズとタッグを組み、カオスの中村晋介吉橋組と対戦。中村からピンフォール勝ちを収め、番狂わせを引き起こした。そして試合後、BC のチームメイトであるアージに対して、偏欲の天使を見舞い、後から駆けつけた BC メンバーらとともに、 アージを追放。同時に、中村の保持する IWGP、インターコンチネンタル王座に挑戦を表明し、ヘビー級転向を宣言すると、PC の新リーダーに就任した。しかし後に、中村は新日本を退団することを発表し、IC 王座を返上。次期シリーズにて、IC 王座決定戦として対戦カードが組まれたが、オメガの相手は、10と発表された。 同月30日、ロード2ュービギニングにて、メインイベントで行われた、中村信介総合試合終了後に姿を現し、中村を挑発する。そこに、棚橋博士が割って入るとオメガ2自身が、天馬と宣言、i c o 座決定戦の相手として、名乗りを上げ、正式に選手権試合が組まれることとなった。2月14日、ザニュービギニング院新潟にて、 IC 王座決定戦と名打たれた試合で棚橋と対戦。ヤングバックスの乱入など援助を受け、右肩を痛めていた棚橋を追い詰めると、最後はランニング一3連発から変欲の天使で棚橋からピンフォール勝ちを収め、第13代王者に輝いた。同月20日、新日本とローの共済工業、オナーライジング、ジャパン2016にて、ヤングバックスとの取を、 ザ・エリートとして、ネバー無差別級6人、タック王座を保持するカオスの矢ツ 2& ブリスコブラザーズ挑戦。最後は矢野からピンフォール勝ちを収め、第4代王者組に退官し2冠王となった。同月26日、ローが主催する14周年、記念工業ラスベガス大会に参戦。ネバー6人、タック王座の初防衛戦で、櫛田&&、 マットサイダル組と対戦。最後はサイダルからピンフォール勝ちを収め、初防衛に成功した。その後もオメガは新日本正規軍との交争に身を投じることとなり、4月10日、インベージョンアタック2016にて、ネバー6人、タック王座をかけた防衛戦で、棚橋マイケル・エルガン吉達組と対戦。この日復帰を果たした吉達の首を、 集中攻撃していくも、最後はニックがエルガンからピンホール負けをキッシュ王座から陥落。試合後、リング上でエルガンと一触即発の睨み合いとなり、IC 王座をかけたタイトルマッチでエルガンと対戦することが決定した。4月27日、ロードツーレスリングドンタク2016博多スターレーン大会にて IC 王座発防衛戦の相手として、 エルガンと対戦。試合終盤、リング上から場外に設置されたテーブルに向かってのパワーボームを暗いピンチに陥ったが、最後は変欲の天使でピンフォール勝ちを収め初防衛に成功した。G1 クライマックスに初出場、B ブロック最終戦8月13日両国国技館で内藤哲也に勝利し決勝へ、進出14日の決勝では、 オメガの名優でもあるメシブセのシットダウン式、ラストライドとフェニックススプラッシュや、プリンス・デビットのブラディ・サンデー、アージ・スタイルズのスタイルズクラッシュを繰り出し最後は、変欲の天使で、後藤博士大木からホール勝ちを収めた。初出場で、初優勝、大会史上初の外国人優勝を成し遂げた。9月22日、権利消防衛戦相手に指名した吉橋に、勝利した。 10月10日、吉橋に勝利後に名乗りを上げた、後藤博士大毅と権利消防衛戦をし、勝利した。2017年、編集2017年1月4日、レッスルキングダム11にて、岡田和地下の持つ IWGP。その後、6月11日に、大阪城ホールで再び岡田の IWGP ヘビー級王座に挑戦、1月の、 東京ドームでの対決以上に壮絶な戦いを繰り広げ、60分フルタイム引き分けとなってまたも、王座をダッシュすることはできなかった。7月2日、アメリカ・ロサンゼルスにて開催された新日本プロレス、G1 スペシャル・イン・ USA 大会にて、新設された IWGP ユナイテッドステーツヘビー級王座、決定トーナメントが行われ、石井と IWGPUS 王者として、 そして外国人選手初の連覇をかけて臨んだ G1 クライマックスでは B ブロック2位でリーグ最終戦を迎え首位を走る岡田と3度対戦する決勝戦に進むためには公式戦の30分以内での勝利が絶対条件のオメガは序盤から岡田の痛めている区岡田のレインメーカーに連発をしのいだ後しばらく封印してあったクロイツラスを解禁最後は 変欲の天使で岡田を撃破。シングル戦初勝利を挙げるとともに2年連続の決勝戦進出を決めた。決勝戦では内藤哲也と1年ぶりに対決。両者大技の応酬となるも最後は内藤のデスティーノに連発の前に破れ連覇はならなかった。2018年、編集2018年1月4日、レッスルキングダム12にて、 自分自身の持つ IWGPUS ヘビー級をかけてクリス・ジェリコとの戦いに勝利し、翌日の試合でオメガは J ホワイトを勧誘したがホワイトから不意打ちのブレードランナーを喰らい、ホワイトの勧誘はかなわなかった。同日、バックステージにてホワイトの挑戦を受諾する。迎えた北海期エル大会2日目の1月28日、選手権試合で、 ホワイトの挑戦を受けるも敗退し王座から陥落して、試合後、オメガはコーディーと言い,い争いになり、和解しようとしたがコーディーと同王座の次期挑戦者に名乗りを上げた、ハングマンページによる襲撃に遭うもの,のイーブシコータが、その場に駆けつけ救出に成功。そして、イーブシが手を差し伸べるがオメガはうつむいてしまう。やがて抱擁し、共に退場して行った。その後、 オメガは自身のツイッターで A New Beginning といたことからゴールデンラバーズの復活を示唆した。その同日、ザ・エリートは解散したかと思われたが、YouTube のチャンネルである Being the e l i t e でオメガとイーブ氏がホテルにいるヤングバックスの二人の元へ行くシーンがあった。3月25日、カリフォルニアで開催されたストロングスタイルエボルブの メインイベントで、メッシブセとタッグを組み、ヤングバックスと対戦し、勝利を収める。ヤングバックスとの友情に揺れ、攻撃を躊躇するオメガに対し、イーブ氏が攻撃を命じるシーンが見られた。4月1日、新日本両国国技館大会で、コーディハングマン、ページ組と対戦。試合を優位に進めるも、終盤で、イーブ氏がコーディの丸め込みで、 ピンホールを取られ敗戦した。復活後初めての黒星となった。6月9日、大阪城ホールにて、セコンドに、飯伏せを置き、岡田和地下との、IWGP ヘビー級選手権試合を、両者承諾の上で時間無制限3本勝負という、異例の試合形式で戦った。両者1本ずつ取り合った、決戦の3本目に、 オメガ自身のフィニッシュホールドである変翼の天使を岡田に浴びせてピンホールを奪い、1時間を超える対決を制し、IWGP ヘビー級王座を初獲得。第66代王者となった。試合後、オメガはリングに上がった、ヤングバックスと抱擁し和解。その後のインタビューで、オメガ、メッシブセ、ヤングバックスによる新ユニット、ゴールデンエリートの結成を宣言した。 7月8日、サンフランシスコ大会のメインイベントで、コーディを相手に初防衛戦を行う。事実上の TLC マッチとなった試合を制し、初防衛を果たすものの、試合後に、タマトンが、タンガロア、キングハックから奇襲を受けた。この際、コーディが助けに入ったことで二人は、完全和解したものの上記の三人とバッドラックファレは、バレットクラブ王子を結成。コーディを含む、 オメガサイドはバレットクラブエリートとして団結することとなった。また、この試合前日の記者会見で質問に答える形で日本国籍を取得したことを明らかにした。G1 クライマックス28は B ブロック予選を勝ち点12で終え、メッシブセ、ナイトーザック、セイバージュニアと並ぶ同点1位となった。直接対決の結果により、 8月11日の予選最終戦で敗れたメッシブセに決勝進出を譲る格好となった。8月12日、8月4日、大阪大会の G1 公式戦で敗れた石井智博から IWGP ヘビー級選手権への挑戦表明を受け、国内での初防衛戦の相手が石井に決定した。2019年、編集2019年1月4日、 レッスルキングダム13にて、自身の持つ IWGP ヘビー級王座をかけて、棚橋と対戦したが、39分の激闘の末、敗戦となった。2月8日、オールエリートレスリングとフルタイム契約を交わしたことを、絵の旗揚げ公演決起集会にて発表。また絵の副社長に就任した。八月十五日の DDT 後楽園、ホール大会において、月日の両国、 国技館大会に参戦すると発表された。約5年ぶりの DDT 参戦となる。10月19日、トリプル a のコリセオラ・コンコルディア大会で、レイ・フェニックスを破り、トリプル a 世界ヘビー級王座を獲得。11月3日、DDT 両国国技館大会に参戦。佐藤ふと組んで、アントーニオ・ホンダ&、山下美幸美と対戦。アントーニオ・ホンダに、変欲の天使でホール勝ち。 2020年、編集2020年1月22日、アダム・ペイジと組んで、フランキー・カザリアンスコーピオ・スカイノへ世界タッグ王座に挑戦し、ペイジがカザリアンをホールして、王座ダッシュ、第二代王者となる。以降は、同王座の防衛記録を重ねるが、9月5日の PPV 大会オールアウトで、FTR に敗戦。これを機にペイジとのタッグを解消して、 シングル戦線に舞い戻り、10月から11月まで開催された、エ世界王座挑戦権獲得トーナメントを勝ち抜き、挑戦権を獲得。12月2日、エ世界王座をかけて、ジョン・モクスリーと対戦し、変欲の天使でホール勝ちを収め、同王座を初体感する。変欲の天使クロイツラスワン・ウィング・エンジェル現在の、オメガのフィニッシュホールド。相手を、 肩車の体勢で担ぎ上げ、相手の首を捉えながら、前鏡の状態に視界脚ジャンプしながら、自らの股の間に相手を垂直気味に、マットに叩きつける技で形としては変形の垂直落下式道の駆ドライバー2に近い。ビリーケンキットが使用するベルディゴと同型で、2011年11月27日の田中ミノル戦で初披露され同技で勝利を収めている。 以降、クロイツラスでピンホールを奪えなかった相手に対して繰り出される奥の手として使用されていたが、新日本プロレス遺跡後はオメガのフィニッシャーとして頻繁に使用されるようになった。技名はファイナルファンタジー7に登場するキャラクター、セフィロスの BGM、変欲の天使に由来する。V トリガーオメガが使用するニーバットの総称、助走をつけて2段蹴りのモーションで軽く、 宙に舞い上がり、振り上げた右膝で、相手の顔面や顎、胸板をに、下から突き上げるような膝蹴りを叩き込む。ランニングニーバットで蹴り飛ばすのが基本形だが、バリエーションは多彩。直立した相手に繰り出すジャンピングハイニーなど、オメガのニーバットはすべてこの名称で呼ばれている。ロープ際で片膝をついている、相手の側頭部に向かって放つ方を得意としており、 フィニッシャーへのつなぎ技として使用している。初期は単なるランニングーという名称だったが、後に V トリガーという技名が付けられた。技名はストリートファイター V のゲームシステム V トリガーに由来する。レインメーカー式 V トリガージャーマンスープレックスの体勢で相手の腰に手を回し、左手で掴み取った岡田和地下の終盤に繰り出される技。 セスロリンズは同様の技をレボリューション2という名称でフィニッシャーとして使用している。クロイツラス初期のオメガのフィニッシュホールド相手を肩車で担ぎ上げた状態で相手の大体部を押し上げるようにリフトアップさせ空中に浮いた相手の腰に手を回してクラッチしジャーマンスープレックスホールドの体勢で後方へ背り、投げる技。より確実にピンホールを奪えるように 後方に投げ捨てた後自らも後方回転しながら手で相手の両足を押さえ込みエビに固める形に移行することもあり DDT 時代の大一番ではなだれ式で繰り出されることもあったスイッチングクロイツラス相手をパワーボムでマットに叩きつけた後再び頭上まで持ち上げて相手の体を180度回転させながら繰り出す方は スイッチングクロイツラスの名称で使用している。技名は英語でクロイトの怒りの意。クロイトとはインターネット上のゲーム実況プレイヤーの名前で感情表現が激しい実況をするクロイトの怒りを表現したかったことからこの名が付けられた。バレットクラブ加入後は国内でのみ使用されなくなった PWG とバレットクラブが関係ない場ではフィニッシャーとして使用しているが、 2016年8月13日の両国大会での内藤哲也戦で久々に披露された。その後も2017年8月12日の岡田、地下戦などここ一番の試合で使用されている。エルボーエルボースタンプナックル、パンチバックハンドチョップ試合を展開する上で繰り出される技の一つで打撃合戦やチェンジオブペース目的で使用されることが多い。 また繰り出すと見せかけて顔面かきむしる場合もある。ドロップキックエンズイギリスーパーキックニーリフト噛み声。膝をついた状態の相手の両腕を自分の両手でそれぞれつかみ、ノーガード状態の相手の顔面に叩き込む膝蹴り。サッカーボールキックフラッシーマンズタイムストッパー通称、ストップエンズイギリ。相手に向かって、ストップと大声で叫びながら手のひらを、 相手の目の前にかざし、思わず静止した相手の隙を見計らって円髄切りを見舞う。新日本遺跡後は見られなくなっていたが、2019年11月3日、DDT 両国大会参戦時に約5年ぶりに披露。技名の由来は、ロックマンにドクター、ワイリーの謎の、ボスキャラクター、フラッシュマンの特殊武器。スープレックススーパープレックスリストクラッチワンウィング。 エンジェル相手を肩車の体勢で担ぎ上げ、相手の左腕をつかみ、相手の首を捉えながら、前鏡の状態で開脚ジャンプしながら、自らの股の間に相手を垂直気味に、マットに叩きつける技。2017年6月11日の大阪城、ホール大会、岡田和地下との IWGP タイトル戦で、リストクラッチ式を披露した。青い衝動相手の右足を捉えて、 2016年以降は、成長で使われることがなくなり、青い衝動といえば、以下の変形フィッシャーマンネックブリーカーを指すことが多くなった。技名は、ビートマニア X に収録されている同名の曲に由来する。変形フィッシャーマンネックブリーカー青い衝動の形で、持ち上げて、牛殺しのような形で落とす。青い衝動式牛殺しとも、 スナップドラゴンスープレックスフルネルソンの体勢で捉えた相手を高速で後方へ投げ捨て受け身を取りづらくさせるノーモーション式を使用する2017年1月4日の岡田和地下との IWGP ヘビー級王座戦においてはイーブシコータのスワンダイブ式ジャーマンを彷彿とさせるコーナートップからの流れ式で放ったロープハングドラゴンスープレックスエプロンにいる相手を トップロープ越しにフルネルソンで捉えて担ぎ上げ、両足をトップロープにかけた状態から一気に後方へと投げ落とす、文字通りロープハング式のドラゴンスープレックス。なだれ式、ドラゴンスープレックスコーナー最上段にて、外向きの相手をフルネルソンの体勢で捉え、後方へそり投げて、マットに真っ逆さまに叩きつける衝撃のなだれ式スープレックス。 2017.14東京ドームの IWGP 戦で初披露し、観客の度肝を抜いた。ジャーマンスープレックスドラゴンスープレックスと同様に、高速で繰り出されるパターンのほか、試合終盤に繰り出す成長型などのバリエーションがある。ドラゴンレボリューションまた下に左腕を通しながら、相手の左手首をクラッチし、右腕をハーフネルソンの体勢で捉えながら、後方へ投げ捨て、 相手の頭や肩口をマットに叩きつけるスープレックス技。ガットレンチパワーボムサイドスープレックスの体勢で、捉えた相手を頭上まで持ち上げて、開脚ジャンプしながら、自らの股の間に相手をマットに叩きつける。オメガの場合は、サイドスープレックスで抱え上げた状態で一旦静止し、一気に頭上まで持ち上げながら叩きつけるのが特徴である。 ロックボトム岡田のレインメーカーへのカウンターとして使用される。ラリアーットする岡田の右腕を避け、右腕で岡田の左肩を掴んで投げる。なだれ式、ワンウィングエンジェルオメガが、コーナートップで相手を肩車の体勢で担ぎ上げ、相手の首を捉えながら、前鏡の状態に視界脚ジャンプしながら、自らの股の間に相手を垂直気味にマットに叩きつける。 なだれ式の変欲の天使。2017年9月24日の神戸ワールド記念ホールで行われたジュース・ロビンソンとの E ワグパスヘビー級選手権試合で初披露。技が決まったのはこの一度のみである。神風相手をファイヤーマンズキャリーで抱え前方回転しながら相手をマットに叩きつける瞬間にヘッドスプリングで素早く立ち上がる。 You can't escape, と叫んだ後、この技で、コーナー付近に叩きつけ、続けて、セカンドロープからのムーンサルトプレスを繰り出していくなど、あるにつなぎ技という扱いで使用している。ダブルアームパイルドライバー相手の上半身を、リバースフルネルソンの体勢で捉えて、相手の体を垂直に持ち上げながらそのまま自身が、尻餅の形で着地させて、相手の頭部をマットに落下させる危険技。 変形パイルドライバー相手の両足を自身の両脇でクラッチして落とすジャンピングツームストン、パイルドライバー。2016年の G1 ブロック最終戦で使用した他、WK11 水、岡田和地下戦でもツームストンのカウンターで披露している。大一番でのみ使用される技。同様の技を過去にメッシブセが対内藤戦で披露しているため、人出なし。 ドライバーと故障されることがある。リバースフランケンシュタイナー基本的にチェンジオブペース目的の技だが、試合開始直後や変翼の天使へのつなぎとしても使われる。大一番では場外マットの上で繰り出される。ミサイルキックコーナーポストの上から飛び、相手の後頭部にヒットさせる危険技。ノータッチとペコンヒーロー相手にぶつかっていく際に大きく、 手足を広げながら飛び上がるダイナミックなフォームで放つのが特徴。バレットクラブ加入後はタックパートナーやセコンド、オメガ本人がターミネーターのテーマ曲のリズムに合わせてリングを叩く中放っていくといったパターンが見られるようになった。コタロークラッシャー相手の後方から走り込んで両肩に手をつき、飛び箱の要領で相手の頭上を飛び越え、 そのまま頭を掴んで顔面からマットに叩きつける変形フェイスクラッシャー。もともと鈴木小太郎が使用していたことからその名を冠する。フェニックススプラッシュシットダウン式、ラストライドブラギサンデースタイルズクラッシュ上記4つの技は2016年の G1 決勝戦で披露した。上2つは名優の飯伏せ、下2つはかつてバレットクラブのリーダーであったプリンスデビットと、 アージスタイルズの必殺技である。スタイルズクラッシュはアージスタイルズをバレットクラブから追放する際にも使用された。ブラディサンデーを除く3つの技はその後も、大一番、放棄、冷却スプレーによるサミング攻撃、ガレージ間の蓋、標識の看板などがある。しかし、2016年の G1 優勝後は道具を使った反則技は見られなくなった。 ローブローラストコールアダムページと合体攻撃。ケニー・オメガの V トリガーページのバックショットラリアットの合体。ゴールデントリガー反復との合体攻撃。ゴールデンラバーズ復活後のフィニッシュホールド。復活時点で二人とも膝の打撃技を使用していたことからオメガが考案した技。二人で相手の手首を片方ずつ取って身動きを取れなくし、ゴールデントリガー。 と叫んでから膝を相手の顔面に打ち込む。事実上のツープラトン神声である。初披露は2018年2月24日のオナーライジングでのコディーマーティスカルセンゴールデンシャワーファ服との合体。二人でコーナーポスト最上段に登り、倒れ込んだ相手に指を指しながらゴールデンシャワー。と叫んだ直後、息を合わせるように、 ファイヤーバードスプラッシュを放ちながら二人がかりで相手にプレスするゴールデンラバーズを象徴するフィニッシュホールドとして使用されていたが復活後は繰り出す前に妨害されることが多く成功していない PK 心反復との合体二人による合体パイルドライバーリング上で行うアルファーサードロープから行うベータセカンドロープから行うガンマ トップロープから行うオームの4種類がある。技名の由来は、マザーシリーズの必殺技、PK。心とした理由は、二人が愛し合っていることを呼び、技をかけている二人のポジションが、ハート型に見えることを表現したため、クロススラッシュ反復との合体。二人同時に、コーナーで刀を振るう動作をし、クロススラッシュ。と叫び、対角線に走り込んでの同時、ケブラーだ。 技名の由来は、クロノトリガーの X キルから、ゴールデンラバーズが復活し、イーブ氏がバレットクラブ預かりの形となってからは、6人以上のタックマッチで、他のバレットクラブのメンバーが参加することがある。フリーダムコール佐々木大輔との合体。オメガが相手をカナディアンバックブリーカーに担ぎ、大輔がダブルインパクト式エルボーを叩きつける。タイガーはっとり。ハットリ スペシャルヤングバックスとの合体儀。オメガが、神風からのライオンサルト、ニックが、スワントーンボム、マットが、ファイアーバードスプラッシュを放つ大技。この技で、ネバー無差別級6人、タック王座をダッシュした。トリプルスーパーキックヤングバックスとの合体儀。3人同時にスーパーキックを放つ。同時のグラウリングシューティングスタープレスなど名前の、ついていない、連携技は他にもあり。 多彩で独自なコンビネーションを誇る。波動拳肩膝やハーフダウン状態となった相手の前で波動拳の構えを取り、相手の顔面内し胸板に両手で繰り出す手のひら底打ち。タックマッチでは波動拳を被弾した相手が後方へ倒れ込む勢いを利用してパートナーがジャーマンスープレックスを仕掛けたり、二人で波動拳を放つ合体式を披露することもある。 ヒールターンを機に封印された。技名の由来は、ストリートファイターシリーズに登場するキャラクター、竜、剣が使用する架空技から来ている。トニージャー助走をつけて、トニージャー、と叫びながらのランニングダブルニーアタック。ダブルラリアットストリートファイターシリーズのザンギエフの必殺技。ファイナルアトミックバスターこれも同じく、ザンギエフの必殺技で、ジャーマンスープレックスバックブリーカー。 スクリューパイルドライバーの連携だが、超人的なムーブゆえヨシヒコにしか仕掛けられない。実況では、蒸気のように呼ばれたが、ムーブは、アルティメットアトミックバスターのものである。技をかける前には、ザンギエフと同様に、祖国のためにいいと叫ぶ。オメガ、アトミックバスター蒸気のファイナルアトミックバスターを、自己流にアレンジした技。クロイツラス、ジャーマンスープレックス。 スクリューパイルドライバーに移行する技。やはりこの技を受けたのはヨシヒコのみ。IWGP インターコンチネンタル王座を腰に巻く、オメガ。IWGPUS ヘビー級王座。IWGP ジュニアヘビー級王座を腰に巻くオメガ。ジャンポヘビー級王座を肩に掲げるオメガ。PWG 世界王座を腰に巻くオメガ。え、新日本プロレス全日本プロレス DDT。 プロレスリングトリプル A4FW クエイ、CWF ジャポ PCWPWG、RCW ソ、SO、キャルアンセンサード、TRCW プロレス大賞日本インディ大賞、その他バトルクライ、リトル VA での入場テーマ。2019年5月から使用。デビルズスカイバレットクラブ入りして、ザ・エリート結成以降のテーマ曲。 2015年1月から2019年1月使用。ドクター・ワイリー・ステージ1オメガマン・ミックスウィーアレ・ロックメン2に,に収録されているテーマ曲。2014年10月まで使用。ドクター・ワイリー1ミックストゥエンティース・アニバーサリー・ロックマン1から6テクノアレンジバージョンに収録されているテーマ曲。2012年後半まで使用。エアーマンが倒せない チーム、猫缶、猫、イーブシコータとのタッグチーム、ゴールデン・ラバーズとしてのテーマ曲。入場曲のほかエントランスムービーも、チーム、猫缶、猫、からゴールデン、ラバーズバージョンの提供を受けている。アッテンジオネ、フラッシュレーダー・ジャポ参戦時のテーマ曲。ホープス・ド・ドリームス、セーブ・ザ・ワールド、5メトルリミックス2019年1月4日。 新日本プロレスレッスルキングダム13で使用された入場曲。ありがとうございます。